うわぁ。あれお前うちで何してんの今日日曜なんだけど。えお母さんから頼まれて。ああ。野菜持ってきてくれたんだ。お前んち、 畑やってたもんな。正直俺は、晩飯に野菜ばかり並ぶ絵を想像したくないんだけど。うっさいな。苦手なもんは苦手なんだよ。ま、じいちゃんばあちゃんはきっと喜ぶよ。一応、サンキューな。おう。 おぉ、うん、帰れ帰れ俺はこの後、ゲームした後にゲームして、ゲームやめるかと思いきやゲームして、さらにその後もゲームしちゃおうっていう大事な予定があるんです。ってことで、お前に構ってる暇はないの。じゃあな。あ、ああ、おい。 あの、そういやさ、お前、この前の金曜日、なんか、誰かと一緒に、あ、ああ、いや、やっぱ、なんでもない。そんな目で見るなよ。 何でもないったら何でもありません。もう気にすんな。明日の朝は、お前ん家の前まで迎え行くからな。いつもと同じ時間。起こしたくないからちゃんと起きろよ。うっせえ誰がでかいアラームだタグ。ああ。 じゃあな。気をつけて、彼を。はぁ。あなんだよ。 びっくりしたな。急に抱きついてくんな。え、これが男子高校生同士のコミュニケーション。<laughs> 全員捕まっちまえ、そんな男子高校生。<laughs> ったく。こっちは昨日ゲームのしすぎで寝不足なんだよ。頼むから寝かせてくれ。あ、何 お前の愛しの、おま、愛としのとか言うな。んで、あいつが何他の男子と、イチャイチャしてる。え隣のクラスど、どこ あれかお。あの男って。確か、金曜日一緒に帰ってたやつくそいつもは俺と一緒に帰ってんのに。あの日は、俺がちょっと用事で遅れたからって。あんな奴と。 はなんで手触ってんだよ、あの男。あ、あいつもまんざらでもなさそうな表情だし。く、ぬぬぬ <laughs> よう。え、<laughs> 別にようとかないけどさ。昨日ぶりえ、ああはあ まあ、朝も一緒に来たか。でもほら、昨日の夜はさ、俺んちで、二人きりで過ごしたじゃん忘れちゃったのあんなに暑い夜だったのに。野菜もらっただけだけど。ってことで、今晩も俺と一緒な。帰り。 学校の前で待ってるから。待ってるからな。それだけ。じゃあ、また後で。あ、来た。遅いぞ。 よし。あいつはいないな。へへ。帰ろ<う>。あ、なにさっきはなんであんな言い方したのは、<laughs> 別に。嘘はついてないもん。 何、うん、何も隠してないって。隠し事とかしませんお前こそ、俺に隠してることあるんだろう、うん、先週の金曜日、さっきの男と二人きりで帰ったんだろうえ だって見たし、俺。それは向こうが勝手についてきただけ。ふーん。ま、別にいいんだけど。だって、俺お前の彼氏じゃないし。俺に。 嫉妬する権利とか、ないし。だから、さ。<laughs> 今日から、俺のこと彼氏にしてくんな <laughs>。捕まえた。 ダメ俺、お前が他の男といるのムカムカして嫌なんだよ。俺とだけいてほしいんだ。だから、ちゃんと嫉妬したい。何抱きしめちゃダメなの 別に見られてもいいよ。むしろ見せつけてやろうぜ。お不純異性交友。ふふ。ふふ。お前は真面目だな。そういうとこも持てる要因なんだろうな。でも。 不純かどうかなんて、他人に決められたくない。俺は純粋に、お前が好きだよ。<laughs> 今は、それだけ受け止めて。